た。くるくるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。前回はね、ちょっと、芝又、XS10 で、ちょっと探索したんですけど、最高でしたね。これ柴又に、まあ、ちょっと合わせてちょっと行きたいなっていうところがあって、何何なんかちょっと変わったコインランドリーがあるらしいんですよ。東京のディープスポット紹介みたいなのに載ってるようなところなんで、なるほど、まあ、どんなところなのか、調査してみたいな。なるほど、はい、行ってやしょう、はい、それでは Very good。もうここからね、6分ぐらいです、この駅前から。ああそう、はい、じゃあまあちょっくら歩いていきましょうよ、はい、こっちの商店街はあの参道とは逆というか、うん、逆方面に向かってるんですけど。なるほどね。こっちはなんていうの、普通にあの居酒屋とか、ああなるほど、キムニー食堂。ちょっと若ほんまや、こんなとこに出してる、好きなんかな、ま、キムニーってみんなの知ってるキムニーか、キムニーやん。柴又餃子、餃子有名なんだ。お前ね、やっぱあっちがやっぱ帝釈天があるから、うん、こっちはね本当にここら辺の人の地元の、うん、感じ ね、 そうやね、セイムスとかだ。一気に現実に戻る感じや。言うてる間にも、まあ、もうすぐですよ。なるほど、ああいいね、これはいいな。私たちはそう練り物好きなんで、練り物に目がないんで、練り物が一番好きです。練り物は裏切らない人をね。そうです。まあ、大体5分ぐらい、そうね、歩きましたけれども、なんか商店街を通って、うん、来ましたけども、う あれかありましたね。コインランドリーって書いてるよ。それでは皆様、こちらでございます。ビクッとしちゃう。このコインランドリーは、うん、なんか何が壁中に似顔絵が貼ってるあるらしいんですよ。そう。もうすでにこれはこれはすごいな。行ってみますか。行ってみますか。そう、ちょっと、うん、漏らしちゃったっていう時はね、ここでコインランドリーで洗って、ぜひ。